好きな時の好きなどれがいいか。それでね、取ったらばね、必ずこうやっても元を揃えてるからね。これでシメントするならないと、緩んだりじゃないかってね。あ、短いこと。で、中へ通します。はい、入れて、これ折る。折る。なるほど。押さえて。押さえて、引く。わかった。残念。なかなか先生がやってくれるようにはいけない。もうすでに3年通わせてもらってるんですが、なかなか縛り方が難しいですね。いいですか。はい、どうぞ。右、左足。いいよ、これ。はい、下がります。下がります。私の手が邪魔みたいね。やっぱり男の人の力とちょっとね違うので、こう寄っていく感じが、始まり、縛りがこのこれがやっぱ難しいですよね。でも寄るのはすごい楽しかったです。なんかまた作りたい。手をあやねしたらば、ウイガラス。やっぱり自分あのね、人様に見せるんじゃなくね、自己満足かな。そしてこういつも神棚を見ながらね、あそうだこれ俺が作ったそんな感じで。1年間自分の神棚に飾っておきますんでね、買って使う飾るんじゃなくて、結構飾ってますんで。はい、あのこう広げたりね、寄ったりするのにね、なかなかその言ってる言葉と手の動きが違っちゃうんですよね。こうやるのもこうやる人です。逆にこう取る人ね。だその辺がね、難しいと感じますね。でも今日は結構よくできたと思いますよ。吊り下げて、で3つに分けて3人でねじりながら交代で渡しながら編んでいくっていうことを今日初めて知って勉強になりました。自分で作った正月飾りで新年を迎える喜びを感じてもらい、伝統文化を次の世代へもつないでいっていただけたら嬉しいです。良いお正月をお迎えになりますように。合わなかったな。